ドブリッチはブルガリア北東部の町及びそれを中心とした基礎自治体。ドブリッチともドブリッチ州に属しその州都である。ドブリッチはブルガリアで8番目に人口の多い町であり、南ドブルジャ地方の中心都市である。黒海岸まで 30km のところにあり、バルチクやアルベナ、ゴールデンサンズといった観光地にも近い。トルコ語での故称もドブリッチであるが、 オスマン帝国時代の古称は、ハジュオール・パザール塾、ルーマニア語では、パザール塾、共産主義時代には、トルブ品と呼ばれた。ドブリチで確認されている最古の人の居住は、紀元前4世紀から、紀元前3世紀頃である。また紀元後2世紀から4世紀、7世紀から11世紀の遺構も見つかっている。その中には、ヒキリスト教式のブルガール人のネクロポリスもある。 11世紀には、ペチェネグ人の侵略によってドブルジャは荒廃し、それによって、第二次ブルガリア帝国の時代には地域にあった多くの集落は無人となった。16世紀になると再びこの地に集落が築かれた。街を築いたのは、トルコ人商人のハジオールパザル塾であり、1882年まで町の名前となっていた。 1640年から1650年のトルコの資料によると、町には1 0 0の家屋があり、100の店舗、3つの宿、3つのトルコ式浴場、20のモスク、20の学校があった。17世紀から19世紀にかけて、町は手工芸と工易、農業の中心として発達し、繊維、手織りの織物、動作製品、比較製品、農産物が売買された。 19世紀の初め、町の人口は1万2000人に達した。ロト戦争によって、ロシア領となった地域からの難民は流入した。町の文化も発展し、初の聖教会の聖堂が1843年に建造された。町は1878年1月27日に、オスマン帝国から解放され、1882年2月19日に、 中世の支配者ドブロティザにちなんでドブリチと解消された。これはアレクサンダルコの発した命令に従って行われた。1913年のブカレスト条約によってドブリチを含む南ドブロジャはルーマニアに割上され、1940年までルーマニアによる支配が続いた。この間、町の名前はバザルジクと解消され、カリアクラ県の県都とされた。 1940年9月7日のクラヨバ協定に、従って、1940年9月25日に、ブルガリア領に服し、ブルガリア軍がドブリッチに入場した。この日は、町の祝日となっている。第二次世界大戦後の共産主義時代、町は、ソビエト連邦の軍人、ヒョードル・トルブーヒンの名前を取って、トルブヒンと改名された。1990年9月19日、 大統領命令によって町の名前は再びドブリチに戻された。2001年の国勢調査ではドブリチ住民の86%がブルガリア人であり、8%はトルコ人、3.5%はロマであった。85%は正教会の信者であり、10%はムスリムであった。ドブリチ基礎自治体に属する町はドブリチのみである。 ドブリッジを取り巻く周辺部はドブリッジからは独立したドブリッジ化基礎自治体となっている。ドブリッジは以下の都市と姉妹都市提携している。http://www.namrb.org/.files/.estem.php id=12xls。ありがとうございます。